们俩拿上包袱走吧。那我说你们这两个小倔驴，跟谁学的？反正我不走，我已经不是小孩了。北哥，北哥，你说话呀！怎么了？说话呀！你怎么不说话呀？你答应过我的话你忘了吗？你说过你要照顾我和花花一辈子，你难道说话都不算数了吗？陈岩，花花，你们两个的心情我理解。张美让你们离开，完全是为了你们安全着想。况且到了延安可以学很多本事，将来多的是机会再回到张美身边。我不要学什么破本事，我要跟张美在一起。陈岩，你说这话你混蛋！张美是怕你们遇到什么危险才让你们离开的。我不怕遇到什么危险，北哥，我只要能跟你在一起，我死也不怕。你是不是不要我们了？你出来啊！你出来说清楚啊！铁哥说的对，到了延安，给我好好读书，学好了本事，北哥还等着你回来帮我呢。我不，我就要跟你在一起，北哥，你忘了你答应过我什么事儿吗？我当然没忘，我答应过，我要照顾你们两个。但是这些天发生了这么多的事情，你们两个要是再有个三长两短，我去照顾谁呀？记得你答应过我什么吗？记得，无论如何都要听北哥的话。小梅，你放心吧，我会安排好他们俩的。你们俩走吧。ジャンベだ。あいつの目的はお前だよ。キナさんは助けなければ、俺はきっと今頃別のところでお前と会うよ。それではもう一歩は。あれは別人ですよね。キナさんは暗殺したい連中ですが、ところは不合の衆のため銃の使い方もわからないよね。と言いますと、彼女に救われた。いや、彼女は見た目だけではなく心も美しい。一人思い出したな。まだ変なこと考えてるの？よく聞け。キナさんは我が帝国の大変重要な取引先だ。何かあればてめえに切腹してもらうぞ。そんなことはありません。では自分は次に何をすればよろしいでしょうか？一人思い出したな。一体それは橋本。橋本はあの事件の後、体の傷は確かに癒えましたが、精神的にはまだ基本的に廃人同様ですが。
の弱虫は帝国軍事の恥ですが、だが廃人にも廃人の使い方あるんだ。少々離れて。おい橋本君、中佐がお前に来たぞ。橋本、元気かい？長官だ、長官だな、こけたよ。ググ。ああ、まあいいよいいよ。ああ、橋本、国のためよく任務果たしたね。将軍の代わりにお前来たよ。ところが、橋本、いつも出るかな？それは北条だ。ああ、中国来た時誰も出ず、恥ずかしいから。そうそうそう、な。だからは日本に帰りたい。本職は渡ります。渡るよな。本職？本職の兄。あずか、え、古学校の教師なり。まあいいよいいよ、分かった分かった。まさか、まあ、戦争そんなにひどいし残酷し。はいはいはい、分かった。小林、俺は同じ仕事なんですよ、先生だよ。そうか、先生か。そうね、教室でアートコーダー、戦争語り合うとどうしても気持ちはヒーローになりがちですよね。中国で自傷短兵というですよ。わかりました。こんにちは。向いてないよ。俺にはこんちに向いてないよ。あれ、わかった。先生になりたいよね。いいよ、先生になってもいいよ。ただ最後の棚にある、帰国前に法典医学大学の生徒に大東亜共栄に関して講演してもらいたい。うまくやってくれれば日本の帰国に送ってやるよ。川島さん、心に感謝します。いいよ、もういい。感謝します。ちゃんとやってね。では失礼します。お大事に。感謝します。オッケーオッケー。チラシ用意してくれ。内容は、橋本帰国前に法典医学大学の生徒に講演してもらいたいこと。このことをわざわざ宣伝するんだか。そう、しかも町中にまんべんなく貼ってもらいたいです。人々に知ってもらいたいんです。わかりました、入りよろです。俳人としてもジョンベイの形に違いない。爸爸爸爸，我要吃冰糖葫芦。好，走，给你买去。
中佐、イナゴは本当に現れると思われますか？もちろん。あいつは橋本日本帰ることを知ってたら間違いなく来るぞ。あの男の銃が鳴った瞬間に蜂の巣にしてみます。頼んだぞ。就是蚂蚱大侠，他们在找你。知道。さっさと探せ！三階から下探せ！这里太危险了，你们赶紧离开。一つだけぜ！大侠，我有办法。给！别愣着了，赶紧搬，上课了。蚂蚱大侠，这里是我们的宿舍，储物间就在楼上。这里已经被他们搜过了，你放心吧，很安全。谢谢你们，赶紧离开吧。那你一定要小心。啊。今天有请桥本浅政少佐演讲。当年在围歼辽宁民众自卫军的战斗中，桥本勇士曾经亲自刀劈匪首，而且他还曾经是一名光荣的教师。
先在这儿避一避，日本人应该不会查到这儿。你们快走吧，跟我在一块太危险。我们走了，你怎么办？我没事儿。日本人一定会彻查学校。快走吧。报告，伊那古多斯卡特が見つからなかった。あいつの足折れたぞ。 お前らがまだ捕まってないの。ごめんなさい。気づいたらきっと遠いところまで行かないんだ。包囲した校内に違いない。そうか。捕まらない？あいつは付近にいるし。全生徒キャンパスに集まってくれ。はい。 同学们，你们好！我曾经也在大学任教，所以说对同学们的心情十分理解。你们当中很多人对我们大日本帝国有误解，我今天来就是来打消你们这种误解的。
在保护杀人凶手。就在刚刚，在你们的校园里，那个号称蚂蚱的杀人凶手又犯下了一起血案。我知道，在你们心里还会把他认为是个英雄，但是同学们想过没有，为什么在那个时候在那个地点开枪呢？蚂蚱大侠替天行道。既然你们不想正面回答我，那就让我来告诉你们吧。那是因为恰恰利用了你们年轻人的热情、无知，因为他知道他犯下罪行之后你们会帮助他，让他逍遥法外。同学们醒醒吧，他是一个极度自私的，只想到自己报私仇的疯狂的杀人魔。告诉我，蚂蚱在哪儿？我知道蚂蚱在哪儿。说。在这儿，蚂蚱，在我们每个人中国人的心中，他以一己之力对抗着你们这些侵略者，他做了我们每个中国人都想做的事情。同学们，对不对？对。我告诉你，蚂蚱并不难杀，但是蚂蚱是杀不完的。这些禽兽，我跟你们拼了！先生。他们还是一群不懂事的学生啊，还是一群孩子，我求求你了，你放过他们吧，毕竟军人屠杀这些手无寸铁的学生，给你们皇军的脸上抹黑了。我没杀学生，是他们自己说的，他们是蚂蚱。还有谁是蚂蚱？
中佐、何者かが無精銃で警備員を射殺、フラモンから逃げました。結婚から稲坊社に逃げる模様です。我々はどうしましょうか。射撃よーい。大家都不要怕，大家都不要怕，大家都闭上眼睛，把眼睛闭上，闭上眼睛，把眼睛闭上，准备。准备。我相信你能理解我的心，我们都是人，不是神。现在这个世道，一个人能够平安的下去，已经是勇者了。幸好我派人监视你，才知道你遇到危险了。准备，你说话吗？我们不是说好了，你要来保护我，你怎么摔下我去杀人呢？难道你现在一点都不想知道化学武器的信息吗？我知道你有一个女朋友叫赵伟兰，虽然我很不想让你见她，
但是这样我很不放心，我很担心你。真悲，你要答应我，你在这里等我，不要做出什么傻事。薇兰，医学院的事情都听说了吧？听说了。川岛真是丧心病狂啊！可怜这些学生们，他们本可以有大好的未来。是啊，我们一定要记住他们的勇敢。这笔血债，我们一定要日本人偿还。我叫姬能，我知道。有什么事儿吗？我想请你帮个忙。我为什么要帮你？你跟我走就知道了。张北，张北，你说话呀！我是薇兰，张北，张北，你受伤了，张北，张北，你们把他怎么了？是我从医学院把他救出来的，他在上海没好呢。自从他看到日本人杀了学生之后，就是一直这个样子，只是因为知道你们两个的关系，才把你召回来。你怎么知道我跟他的关系？你以为只有你们盯着我们吗？我的手下可多呢。张北，你说话，我是薇兰。张北，看来找你也没有用。他这样很吓人，我很担心他。你为什么担心他？因为我敬佩他，我也很爱慕他。怎么，你不让别人有人爱他吗？我不管你是什么人，出于什么目的，但请你记住，他现在十分危险。我知道，可是我还能做什么？既然你救了他，那就救到底吧，把他看住了，不要让他出门，更不要让他碰他那把枪。为什么不让他出门？他会去做什么吗？会，以他的性格，他一定会去找日本人拼命的，所以请你看紧他。谢谢。等等，你们参加过组织的人就没有自由吗？你们心上人就到这样的情况，也不能陪他吗？这是我们的选择。那你这样就安心把他交给我吗？当然放心，因为你也爱他，不是吗？わかった。わかりました。すぐ参ります。ひなさんの貨物は届いた？まだだ。なんだと？化学製品生産において現在原材料は一層必要です。あの女をまだまだするのは死にたいの？彼女は値上げするつもりだろう。我が大日本航空軍の過激するなんて、あいつはそのうち泣くぞ。俺はきっちりいて、段取りしてくるから。お前はここ待機して、情報あればすぐ知らせてくれ。はい。皆さん、安心してくれ。俺は必ず早めに
材料の手配します。君らの任務は生産スピードアップすること、早ければ早いほど我々の勝ち目に近づけるぞ。頼むよ。はい、はい。池田さん、申し訳ございません、申し訳ございません、申し訳ございません。なんで謝ってるの。申し訳ございません、申し訳ございません、申し訳ございません。もう、はいはいはい、申し訳ございません。ああ、いやいや、申し訳ございません。それぞれまた休憩室に連れて行く。申し訳ございません。はいはい、休んで。申し訳ございません。あいさ、ちょっと池田はちょっと頭がおかしいじゃないの。マスク漏れたかな。彼が切ってからずっとこのようにして、他の話を見たことがない。調べましたが、ガスマスクに何のものがない。巨大な刺激を受けたせいか、このような感情はもう治験目標にならないものだ。俺はそう思わないよ。池田でマスクの実験しましょうか。あのさ、我が日本人の体質と中国人の体質は微妙な差があるんですから、その複雑な化学上で実験すれば、もしかしたら特別な効果が出てくるかもしれないよ。はい、あ、いいよ。こいつ面白いな。蒋北，你要干什么？蒋北，你干什么？